クリプト？クリプトが奇病に関係あるのか？ありえるんじゃねえか。クリプトもパラダイム X 同様、奄美市だけで使われているチップだ。そうか。調べてみる価値はありそうだな。おい、ランチ、ここの PC に積んであったクリプトを出してくれ。あ？何のことだ？とぼけるな。親父さんの言っていた試作チップと交換したんだろ。お見通しか。まあ、僕のいないところで。まあそう言うな。もし奇病の原因がクリプトなら交換しておいて正解だったろ。ノーコメントだ。結果良ければとは言えんよ。とにかく開けてみるぞ。いや、何をしてる。雄一じゃない、戻ってきたの。雄一、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫、大丈夫だよ。足手まといの復帰かよ。短い平和でしたね。おい、シックス。なんだよ。まあ、よく帰ってきたな。そうだ、雄一にはまだ伝えてなかったな。実は最近市内で起こっている。いいよ、気にしないで。俺見てるから。ん？あ、ああそうか、わかった。まあ見ててくれ。じゃあランチ、分解してみてくれ。オッケー、任せとけって。ふう、うまくいったぜ。なんか動いてない？ちょっと何よ今の。この真ん中にある玉みたいなもの、何かわかる？いや、こんな部品は見たことがないな。有機物にも見えるな。待ってよ、そんなのより見えなかったの？あのピンク色の虫みたいな変な。何を言ってるんだ？ただこいつの蓋を開けただけだろう。そうじゃなくて、飛び出してきたじゃない。今さっきその中から。綺麗だったな、あんな綺麗な雪。見たことがないや。え？ユイチ、あんたには見えたの？すごく綺麗だった。見えたのはネミサとユウイチだけ？どうなってんのよ。まあ、これ一つじゃ何もわからないでしょ。クリプト作ってるアルゴン製鋼って、ここから北に行ったところにあるんでしょ。だったら忍び込んじゃえば。直接こいつを作ってるところ見りゃ、きっと何かわかるって。そうよ、そうしよう。このチップ絶対におかしいもん。何か秘密があるはずよ。ちょっと待て、二人とも。アルゴン製鋼ではランチの親父さんが働いているんだぞ。勝手に侵入したりすれば、それこそ親父さんに迷惑が。いいじゃねえか、名案だぜ。おい、ランチ、大丈夫なの？クリプトが奇病の原因だって言うなら、俺自身確かめたいことがある。お前たちが行かないなら、俺は一人で行くぞ。じゃあいいじゃん、ランチがここまで行ってんだ。要は迷惑かけなければいいんでしょ。わかった。ユイチはどうする？ついていくよ、みんなに。そうか、よし、出発しよう。